はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。はい、長澤さんのイベントですね、19、20、21日と3日間行います。時間書いてありますが、初日は多分19時30分ぐらいまでやる予定となっております。はい、で、一応ペンの方を、そしてコンプロットとかね、見ていただけるのは、ハガキを送ってもらった方で、このハガキ、こういった感じでシール貼って、皆さんに送り返しておりますので、まあ、こちらをご持参の上お持ちください。この時間ですね。この上の時間がペン、ペンシルを選ぶ時間となります。で、ほとんどが C コースの方でしたので、C コースの方はこの時間がコンプロットマヨネーズの時間となります。そして今日のブログ、YouTube でお話ししましたが、インクですね。インクとインクオープナーと付けペンカスタム。こちらの3つ、はフリーです。ただ混雑時はちょっと待っていただく場合あると思うんですけど、基本フリーで、まあ、長澤さんのスタッフ並びに僕の方がね対応しますので、よろしければ来てください。さあ、もう水曜日なので、ハガキ皆さん届いてますでしょうか。まあ最近ね、あんまりね郵便局、普通郵便ね、いい噂は聞かない。もしかして届いてない方まだいらっしゃるかもしれない。その方ね、もう僕、金曜日朝一でもう出ちゃいますので、明日の午前中は事務所にいます。なので、午前中10時ぐらいまでにはね、届いてませんってメールいただければ調べて、メール返します。で、はがきが届かなくって、メールだけで、確認が取れた方は、メールの方、プリントアウトして、当日持って来ていただければいいかなと思っております。ね、出したのに届かないっていう方ね、今日の夜、もしくは明日の朝10時ぐらいまでに、メールいただければなと思います。よろしくお願いします。ちょっと今回ね、郵便局がまさか土日完全に休みっていうのと、最近なんかあんまり、すぐね届かないっていうことがね多々あるみたいですので、よろしくお願いします。はーい、こんな感じですね。はーい、まあ昨年引き続き長澤さんでやらせていただくんですけども、まあ昨年はすごいね、ちょっと前日から並んでしまうという大混雑をしてしまったので、もう今年はこんな感じでさせていただいております。はーい、まあ、先ほどもちょっと動画上げたんですけども、1400本ぐらい用意してます。もう、間違いなく、日曜日じゃないや、月曜日でもね、たくさんの中から皆さんに選んでいただけるかなと思います。まあ、といってももちろん限定品もありますし、なかなかね、すべての人に欲しいもの、っていうものが全てに渡るというわけではございません。もう不公平です。もうはっきり言って不公平です。重々それは承知しております。僕も気を買う上で不公平だなって思いながら、もうこれは自分の努力次第と思って材料の方をかき集めて、そして自分がいいなと思ったものだけで作品の方を作っておりますので、まあこの辺はねしゃあないです。はい。時間ね、遅かった人、申し訳ない。もう今回は申し訳ない。またいつかね、いいことあると思います。はい。すいません。ご理解の上、また参加していただければなと思います。ではでは、もう本当作品たくさん用意しましたので、イベント3日間楽しんでいただけるように、こちらも努力いたします。よろしくお願いいたします。